うも、娘たほです。メイリンです。はい、というわけで今回はですね、ステートオブサバイバルさんというね、アプリのタイアップ動画になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、そのゲームは、まあ、なんか週末の世界でこうゾンビと戦うみたいなのが、テーマのゲームなんですけども、まあ、世界最後の日ということで、ノイリン何したいかというと、やっぱみんなで思い出作りたいですね。みんなで思い出作りたいってことはどこかに行きたいですね。どこかに行きたいということはディズニーリゾートに行きたいですね。ディズニーリゾート、はい。というわけで、はい、今回はもうそのアプリの方がね、はい、ディズニーランドに行ってこいという、ことでチケットを用意してくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回やりたい企画は、ペーパードライバーがマジでいきなりディズニーランド連れてくドッキリ。去年もありました。お久しぶりでございます。お久しぶりです。あの時は確か御在所サービスエリアっていうね。そうですね。その3年前ぐらいにもまた御在所でもうずっと御在所にしか行けてなかったんですよ今まで。今回はもうガチでノエリンがもう一人で東京に行くと。先に人生の終わり迎えますいや週末なんでいつ死んでもおかしくないから。でみんなには今日はもうなんかカンコレに向けたなんか衣装合わせみたいな、衣装合わせで謎にあの6時間ぐらい撮ってくれてるんですけど、火超える。しかもあの結構時間あるからパソコン持ってきた方がいいと思う。ちゃんと配慮してるんだよ。あと替えのパンツ、替えのパンツも持ってきた方がいいかも。なるほど、いいことです。はい、というわけでやっていきたいと思います。メガイタナゼノウィズステートオブペーパー、イエイ。まあでもこの企画も2回目なんでね、覚えてるかな。うわ怖ー。ちょっと去年よりちょっと下手くそなってたかお前。わかります。うわ人がいる。人もいるよ。はい気をつけて。うわ怖ー。はい気をつけて引くなよ。いやもう結構危ないぞそれ。あー危ねえ。今結構やばかったぞ今。みんなそろそろ準備して、もうすぐ出発するよ。あと5分で出発するよ。はい。今日あの右田さんからさ、替えの下着欲しいっていう連絡私4日前ぐらいにした。いやいや持ってきましたけど。あれかどうかどうか。うん、今持ってきてない。持ってきました。あ、えらいコンビニで買うでもなんでパンツいるんやろっていうのがずっと頭にあって、パンツいるやろ、だってパンツいるんやろって。パンツはいるやろ。だから撮影でなんかもうスモークみたいなの出るから、シャーンみたいな、へぇー、シャーン水みたいな。何も痛かった俺。下汚れるこれ。下汚れへん、大丈夫。パンツは、でもパンツだけ濡れる。パンツだけ濡れる。パンツだけ濡れる。下だけ集中砲火されるんですか。薄れっすしかも内側からね。え、私運転しましょうか。死ぬわ。いや、10万乗ったから運転能力上がってるんちゃう。え、何運転したいん。ドッキリドッキリどんどん。不思議な力湧いてる。不思議な力湧いてる。いや、不思議な力でうまく運転できるかもしれないから。山田に運転したいって言ってるんだけど大丈夫。え、まあまあやってみたらいいと思います。お先輩の私が。ただ私は乗りたくないです。あピロワさん乗ってないですもんね、あの客いなかったんで。みんなを殺さないように頑張ります。今までありがとうございました。ちょっとそれ座るときにいろいろです。ダメ、何出航できるか。出航、ほんまに何が運転するんですか。じゃあ皆さん今から楽しい楽しいアトラクションが始まりますので。アトラクションって言ってるし。頑張って行ってらっしゃい。全然引きつけられてないんですけど大丈夫ですか。死の方向に引きつけられてる。死の方向よっしゃ。じゃあ帰り俺やろうか。それではお願いします。地獄のドライブレッツゴー。こするは別にいいよ最終。こするは最終いいよ。人殺さんかったよ。やばいやばい、やばい、もうブレーキで分かる、やばさ。ちょっと障害ありますよ、障害。大丈夫、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫。うわぁ、そんなんでビビんじゃねえよ。俺のホエーかな。で、ホエーってこんな命軽いんですか。違うよ、何事にも全力でやってるんだよ。そうだな、YouTuber やった俺ら。
強く？ごめん、あ、大丈夫、こっちでできたわ。はい、60キロ。お？ちょっと引いていい？おい、やだやこれ、年齢コロリ、コンコロリかもしれん、この列車。え？10歳とかやろ、マジで会話だってパンツおお、そうだあはははやさん、これ無限列車ですか、これ。いや、全然全然いや、でもなんか、もう今一瞬にしてなんか全てが僕のヘッドやって言ったじゃん。僕の一言でもう全部繋がったよ、今。え？まあまあ、一旦まあまあまあ、一旦え、だって T シャツでしょ。どういうこと？コンタクト入れますか？あ、なにあれ左やで。はい。え、これ左やで。なにこれ左。なんで右に行った。あ、怖っ。え、なに左やで、これ。なにこれ左やで。はいはいはい。どうした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 左やで、お前。え、何したの？え、何？え、左やで。左で。左やで。左？わかったわかった。おい、ござちゃるか、これ。おい、おい、おい。ドッキリだぜ。どっかで見たことあんぞ、これ。え、マジで。ちょっと、知らん知らん。ダイリン、ちょっと顔見せてみ。顔、言ったのに、この方がよかった。その顔見せてみろ。ダイリン、一個一個、一個よ。あの次のところは左に入って、一周回ったら帰れる。オッケー、早く左行こう。左行け。ダイリン、左行け。ダイリン、左行こう。左行け。左行け。え、待って。あ、そこじゃ関係ない。左行け、言うたやろ。二度と高額で避難飲んだ、お前。東京行くなよ、お前。東京行かないよ。それはやめよう、マジで。やべえ、マジでもう。それはやめよう、マジで。それはやめよう、マジで。やりすぎ、それやりすぎ。やりすぎやって。誰の差し金だ、マジで。行ってみろ。今なら許せ。誰の差し金だ。もう許さへん、もう飲める、マジで、俺。いやー、お前。やめろ。いやいやいや。お前、マジで。お前、マジで。逆に、アロンさんじゃなかったら誰がいるんですか。いやいや、こんないいカメラ使うはずないんですよ、この車内で。お前だろ、お前だろ。ミサさん、ミサさんのオケって言ったよ。ミサさん、ミサだけにはない。なに、一個だけ、一個だけ言ってみ。これ企画か。どこの企画や、誰の企画や。ちょっと、なに、これ、おい。運転に集中させてもらっていいですか。ちょっと、いや違う、運転なんかもうやめてまよ。運転なんかもうやめて。まずほんまに。運転できてるのなんでやねん。しれっとさ、練習してるんじゃん。お前、お前もしかして2、3日前に練習した。いや、この日はなんか見たことあるぞ。さっきスタバ行っちゃったよ。あ、車で行ってた。じゃあ、トールサイズのダークモカチップフラペチーノのチョコレートソース追加1つ。あ、車で行ってた。2人で。うわぁ、楽しかった。おい、なんだおめぇ、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 おめぇ。だって俺知ってるもん、ミギタさん帰ったもん。ミギタさん東京帰ったって知ってたもん。ずっと黙ってたけど言うわ。いやいや、ミギタさん2人おるから。2人はんの。さすがに左差さんにしてくれよ。でも待って、私カーブめっちゃ上手くないですか。カーブ上手っとんな、お前。そんなどうでもいいね、今お前。だる。やっぱ鼻、鼻取られた。鼻緒のだるが一番だる。鼻緒のだるが一番だる。でもここまではなんかデジャブないね。ここまではまだ。ここまではデジャブ。これで5台数がポイントない。5台以上超えてきた場合、去年と記憶違うよね。そう。もうええで、声出るわ、今日。なんか喉が調子ええわ。今日なんか、喉が調子ええわ。絶好の撮影日和ですね。何を言うとんだ、お前。何を言うとんだ、これ。いやもう何言ってるか分からない。もうね、あいつのボケに対してもみんななんか冷たなってきてる。なんか言うなみたいな。もうええてみたいな。だからか。だからか。もうなるんじゃない。なんかちょっと、俺もう一段でこれあると思ってないけど。いや、なんかそれあるんやって。ですよね。動画的にこれだけ絶対弱いんですよ。ってことはなんかあるんだよ。いや、あの、よっ。いやいや、お前そんな言わんほうがええと、お前。公正に口出すんじゃねえよ、お前。いや、皆さん構成してたんすよ。え、どうやねん。構成してたね、今。
構成言ってくださいよ。構成ってなら考えが構成しただけで、いやだから明らかにお前人狼やのにさ、なんでそこで粘んの。なんなんその粘り。なんかもうテンションバグってる。いやね、僕らもちょっともう諦めモード入っちゃいました。いやいや、俺がまた諦めてくれ。粘りよ。いやいや、逆に。花輪さん、種明かしお願いします。というわけで、ご在所裁判所に着きました。イエーイ、家行っちゃうで、家行っちゃうで。え、何にも帰るよな、さすがに。あ、でもそろそろやっぱ明日の予定もありますしね。確かに、明日聞いてますからね、なんか、うん、明日って大阪でヒカルさんとコラボでしょ。そう、確かに来るってね、うん、あー、明日、はい、明日ネクステコラボないで。え、ゴロス、それは想定外、それだけは想定外。びっくりした。明日はないっす。えじゃあ帰っていいですか。明日ないんですけど。じゃあ帰っていいですか。今回僕からのプレゼントです。おお、なるほど。何ですか。え、ネクステと、ネクステとなんか。いや、もうそれよりもいいよ。あ、なるほど。マジ。それよりもいい。いや、わからんけど。人によっては。人によっては。人による。はい、というわけで、今回は、なんと、明日は一日オフで、ディズニーシー行くぞー。仕事は？オフ、プライベート、まあ仕事という名のプライベートはどっちもなんですけど、ステートオブサバイバルというね、はい、あの、はい、のコラボなんですけど、めっちゃぬるっと早急来たよ、アプリなんですけど、え、明日世界が終わるならみたいなテーマなんですね。あ、なるほど、そうか。だから、なんか明日はもう企画もやらへんから。やった。カメラは回らない。カメラ回さないです。行くまでとこ？ディズニー、あ、ディズニー行くまでだけ。そんなことあるんすね。なんか大丈夫ですか？っていいのか。はい、ということで、ただまあ一応こっからね、企画、ここまで、ここから始まるのか、あるんで、ここまで怪しいよ。ここから東京つくばでは、水食料禁止。なんで？なんでな、あの、今俺たち週末の世界にいるから。なるほど。荒廃した世界にいるっていう体やから。体なの。水禁酒で、あと食えるのはトマトだけなんです。なんでなんそれ。ということなんで、まあゲームとかやって、まあ水とかね手に入れてくれたらって感じです。なるほど。なるほどなるほど。はい、というわけでじゃあノヤに。はい。行ったってくれ。皆様を夢の世界へお連れします。あの低いな。ちょっと現実に。現実すぎるでしょ。今のって。サバイバル的かも。乾いてる人。はい。はい。というわけで、じゃあ、わかった。各サービスエリアについて、勝者一人が水を買う権利を得られる。なんでな。じゃあ、ゲーム内容は、広場でしか答えられないクイズ、一番先に出したやつ、勝ち。ヒロマルが花を持つ時期が来ましたね。日の目を見るね。やっと輝きます。やっと輝きます。あなたが調整に輝かしてます。輝かせにかかってます。じゃあ順番にクイズ出していって、ヒロマルが一番最初に答えれたやつがまあもうもらいと。なるほどなるほど。シンプルなルールです。一応こう今ヒロマル中心に公園になってるから、誰からどっち回りで行くか、ヒロマルに誰からどっち回り決めてもらおうかな。ヒロマルの私の忖度が好きな人最初から。ヒロマルの、あ、じゃあ誰から決めます。接待が過ぎる。推し、推し、推しですかね。はい、誰から始める。じゃあ、花尾さんで。はい、ありがとうございます。じゃあ問題です。じゃあ問題、ジェスチャーです。問題、問題、これは何。はいはいはい、カニ、カニ。違います。バカにする。これこれこれ、はい、はい、広島のこういうオブジェ。違う。はいはいはい、終わり、はいはい、終わり。大事に使えってお前。いや、クイズやるのは下手なんですよ。あれじゃないですか、なんか、はい、微生物系の。ああ、結構いい線いってるよ。ヒドラ。こんな感じやろ。細胞小器官ですか。ああ、近いよ近いよ。ってことはゴロジ体。違う。そんな感じだわ。わからわからわからゴルジ体やろ。わからわから。問題、ドラムの中で細いコイル状の、はい、はい、細いコイル状、はい、僕に、あ、スネア。正解。ジャイ。そうっすよね。おっそ、スネアドラムです。はい、お疲れ様です。いやいや、え、ピロマルさんドラムやってるって言ってなかったっけ。やってますよ。大丈夫、クイズ強いんでね。私はもうガチで、はい、ガチでピロマルさんを勝たせに行きます。頼む。ボーカルとギターに菅原拓郎。はい、
9ミリパラベロンブレッド。正解。うわ、出た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 。ひろまるさんが属してる崇拝してるやつだこれ。9ミリパラベロンブレッド。正解。うわ、出た出た出た。というわけでのゆりさん水ゲット。やったー。おめでとうございます。じゃあもうこのクイズ終わりなんで、ひろさん、でも出すことすら許されへんの。ひろさんも出番終わりです。もうちょっとやりません。第2回恋愛しかわからないクイズ。これはあのガチで全員1回答えるけど、恋愛しか正解じゃなかった時初めて成立する。だね。俺が一番最後に答えるってことね。これでクリアしたやつはトマト3つもらえます。なるほど。条件あって、自分も知ってないとダメです。嵐が CD デビューをした日は何年何月何日でしょう。なるほど。いやこれ前が一回調べたけどさ。勉強したけどやさ、恥ずかしいな、ちょっと嫌だな。じゃあみんな一人一人答えていってよ。99年10月30日。99年9月30日。はい。くそー。いいよ、両問出してる可能性あるぞ。くそー。なんかいろいろあるんですよね。なんか結成と CD がなんかちょいちょい。いや、そうなの。でハワイでうんぬんかんぬん。そう、ハワイでな。めっちゃ覚えてる。でも日本時間って、日本時間とハワイ時間でデビュー日違うみたいな。違うってのは。覚えてんのに。お前らアホやな。9月25。10月3。10月15。9月。わあ。1999年11月3日。正解。イエーイ。はい、一発で終わり。はい、ノエリーな、トマト3つ。トマト3つ食べて。もう1問ぐらいいっていいんじゃないですか。もう1問ノエリー以外で。はい。じゃあ問題です。はい。電話を信じるわ。信じられた。信じられたら結構悪夢くるからな。電話信じる。悪夢くるからな。サスケで出ているたこ焼きのおっちゃんの名前は何？タコ乗せとるおっちゃんのことだよ。タコ乗せとる、多分居酒屋店長っすね。ああ、そういうことね。確か。川村隆史。ブー。塩不祥事の。ブー。ブー。来るんかい。だって覚えたもん。なんで覚えたの？電源検定。これ多分電源検定で多分言ってる気がする。あ、マジで。いや俺もね、完全に知り合いなわけじゃないんだけど。いや多分これは俺と電源同時に言いたい。いや俺は分かるよ。ブー。同時に言おうか。ノエリンは？ギブ。はい、ということでせーの、倉持実。これは倉持実。倉持実です、これは。腹減った人、トマト食って。いや俺だってさ、トマトはちょっとほんま怖い。ほんま嫌や、トマト。トマト俺ほんまになんかさ、俺マジでさ、お金払うからさ、食べたくないやんか。ほんまマジで。まあでも生き残るためやから。これ食わな死ぬから。マジで。いただきます。え、なんか俺さ、死んでもいいよ。いただきます。え、うまい、普通に。うっ、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 マジで信じられない。信じられない。あー、ごめんなさい。125ミリいただきます。おまけ。あったんかい。今これ500だって。この辺まで飲める。かー、トマト消えた。トマト消えた。よし、次のプラミセリア行くぞ。ドリンク渇望してます。喉が開いた。ただあのね、死んだな。運転だけはね、俺ねずっとやり続けて、なんと今現在海老名サービスエリア、もうなんと窓静岡県超えました。やったー。そう、分かりづらいってか腹減ったな。あ、なん、はい、ちなみに現在ね2時10分です。眠い。夜の寝たー。先にゲームやろ。というわけで次の企画はNG ワード言ったら負け、生き残り。トークテーマは、はい、今日世界が終わるなら。いや、もうちょっと待ってや。っていうテーマで、それじゃあ、おのおのの NG ワード書こう。カメラの前でね、ちょっと一人ずつ。僕これです。ああ、そういうね。僕これでーす。僕これでーす。はい、僕これでーす。はい、ああ、ごめん。これです。はいはいはい、オッケー。はい、オッケー。いやー。じゃあ、よーい。ドン。はい。
明日隕石が終わるとしたら何する？は間違えた。ちょっと待ってください。まずじゃあどうやって終わると思います？どうやって終わるかやんな。食料がないとかね。一旦じゃあそれぞれの食料がなくなるんか。それぞれの人を同時に言います。その明日世界が終わり方、原因ね。終わり方の原因ね。はい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 、オッケー。はい、まあいいよ。せーの、毒。隕石の衝突。あのさん、あのさん、アウト。アウト。せーのです。マジで？せーのって言う？うまいな。せーのって言う？普通。え、なんて言いました？毒。氷河期。僕はあれ、隕石の衝突。隕石。あ、僕はだからそうです。隕石の。せやな。え、ちなみにここの意味はラスト？ほぼラストだよ。なんかあんだ。ほぼラストみたいなもんやで、これでも。でっかいサービスエリアはラスト。はい、はい、ありがとうございます。おお、すげえ。うまっ。うまっ。ノールックパスうまいな。早攻めろって、どっちか。早早早。世界が終わるなら、一人で過ごすタイプですか？人と過ごすか？でも人と過ごした方がいいんじゃない？何します？人と過ごすなんだろうね。まあ飯でも食いながら喋りながらじゃないですか。そんな感じで、そんな感じですね。ちょっと俺らもちょっと入る。ちょっと入ってもらいます。ちょっと俺らも入る。ちょっと入ってもらいます。ちょっと入ろうか。で、彼女と何したい？マコ最後結構食事とか行きたい。食事とかサルエルの、その、要は、最後どういう状態なんだ、お前は。死ぬほど下手。ちなみに、じゃあ、サルエル一人生き残ったらどうする？人間がもうサルエルしかおらへんってこと？そうそうそう。え、他全部ゾンビみたいな？そうそう。まあ、そういうことか。ああ、そう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 。それは、交尾の方法を模索してます。ゾンビと。ゾンビと。ゾンビ、ゾンビも。はい。おいゾンビ。ゾンビ。マコさん、水一本ゲット、よかったよ。よかったね。皆さん、現在の時刻は真夜中のミッドナイト、3時8分でございます。まあ、飲めちゃいます。あとね、35分ぐらいでね、ディズニーシーのね、ホテル、着くかなと思うんで。はい。お、レインボー。多分、あれ多分な、封鎖行きません。え、通るんちゃう？封鎖行きません。レインボーブリッジはちょっとテンション上がるやろ。チャーン、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 トロロロロ。違うな、やばいな。いや、有料ですよ。いや、これ有料なん、ここ。いや、この橋は有料道路。有料道路ですよ。有料道路ですかね。はい、というわけで、大体、ディズニーに着きました。やー。朝の4時。眠い、眠い。結局俺の方が運転したぞ。間違いない。結局俺の方がしれっと座ってます。しれっと座っとるけど、あの、花さん、回り方決めてるんですか？いや、回り方、はい、まあ、とりあえずタワーブテラ内見行って。内見、内見っていう言い方おかしいから。マンションなんすね。はい、はい、というわけで皆さん、休日楽しみましょう。よっしゃー、よっしゃー。はい、というわけで今回、ディズニーにね、行かせてくれたステートオブサバイバルさんのね、ゲームやっていきたいと思います。まあ、あの世界観なんですけども、あのゾンビがね、あの大量生産されて結構やばい、まあ、事件性のある世界になってるというのは知ってます。一人でいるのは得策じゃない。急いで食料を確保しましょう。食料、これトマトですね、トマト。この世界トマトね、すごい流行ってるんですよ、これ。トマトってこんなに甘かったんだね。トマトの案件みたいになってるんですよ、これ。農場を作りましょう。私は絶対に父さんを見つけ出したい。大事。まだまだ生き抜くための力が足りない。ベッカな、生き抜きたいんやったらもうちょっとな、露出の少ない服着た方がいいで、これ。父さんに会って肩を寄せ合って話をしたい。ちょっと恋人みたいな感じやん、これ。恋人設定みたいな、あの文章やったけど今。はい、アップグレード。はい、レベル2。はい、建物のレベルが2になりましたね、これね。はい、まあ、こんな感じで、ね、自分だけのこう自由なお城を建てられるっていうのが、このね、アプリの醍醐味の一つなんですけど、ワンオブゼムですね。はい、トマト受け取る。トマトいつ使ってるんかな、これ。でも、お前らトマト狩るのはいいけどさ、ちゃんと食ってる、これ。
溜まる一方やけど。なるほどね。お、ナナミ、ナナミ頑張れ、ナナミ、なんかナナミやばいやばいやばい、ナナミ大丈夫かお前、持ってんなナナミ、ワイルドやな、お前ハッピーみたいなセーラー服が気になるな、これお願い、一緒に来て、ちょ、ナナミ仲間にしたい、行くぞ、おー行け、おっちこ、はい、銃セット、はい、必殺技、いや、まだ早いな、これ使うの、何これ、何それ、ピカ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 言うとるこれ、何それお前は、ちょ、ミスった、だから犬コロに、犬コロ危ない、俺に任せろ、どけー、大丈夫か犬コロ、ありがとう、ナナミガチでヤバかった、ガチでヤバかった、ナナミやっぱ日本が好きなの多分な、このハッピーな模様的にな、俺たちの仲間にならないか、よく言った、よく告白した、私は家族を見つけたい、あ、希望を捨てたくない、ベッカと一緒ね、ギガコープ、彼らの実験室は地下室に隠れてあるわ、簡単には見つけられない、簡単には見つけられない、そうなんや、だベッカ服着ろってたから、お前ナナミ、しかもベルト、ベルト2個つけてるけど片方意味ないやんけ、どう考えてもこれ、連絡が途絶えた、違う、これあれか、ポーチか、これ私たちと一緒にいれば何かわかるかもしれない、だったらむしろ私の方からお願いする、お、いいね、仲間に入れて、どうしよっかな、どうしよっかな、ナナミもう七味好きやからな、しゃーなし入れます、まあこんな感じで、でもまあいろんなねヒーローたちを仲間にして、まあ、一緒に戦っていくというねゲームです。お、ナナミゲット、ナナミが物扱いされてる、ナナミ ×1 ナナミ ×1 ってことはナナミ ×2 のパターンもあったってことね。あの、結構さっきよりなんか領地が増えとるな。なるほどね。だからさ、あれか。今こんだけの範囲しか見えてへんねんけど、基地を拡大していくことによって、どん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 平和にしていくって感じのゲームってことかな。はい。あ、生存者を救出する。おいおい、ドリフトすごいな、今の。ドリフトすごいな、今。とんでもない完成力で今来てたで、今。おい、生存者。あ、生存者も確保してね、こっちの戦力にするっていうね。はい、というわけで、このステートオブサバイバルなんですけども、世界でなんと1億9000万ダウンロードもされてて、すごい大人気のね、タワーディフェンス生存戦略ゲームとなっておりまして、あの、日本でもね、8月26日に、リリースされたばっかりなんでね、気になった方は、下のね、概要欄にリンク貼ってあると思うんで、ダウンロードしてみてください。それから、あの、ステサバは、海外でウォーキングデッドと、コラボ中でして、ダリルというね、キャラクターがゲーム内で実装されています。サバイバルチャレンジプレイ方法もあるんで、興味がある方はぜひね、プレイしてみてください。まあ、さらに、公式ツイッターでは、生存チャレンジイベントというね、イベントが開催されてて、まあ、詳細は、公式ツイッターの方を、見てみてください。はい、というわけで、今日の動画はこれで終わります。さよなら。常識なんて、真っ先に死ぬ。この世界に、ルールなんてない。いい子なんてやめろ。これまでの自分なんて忘れて、とことん好きにやろうぜ。ぶった切って、ぶっ放して、ぶっ飛ばして、ぶっ倒して。さあ、暴れんまくろう。何をしたって、生き抜け。マルチスタイル生存戦略 RPG、ステートオブサバイバル。今すぐダウンロード。